こんにちは。今週はバラがたくさん咲きましたので、そのもの模様をお届けしようと思います。もう10月末なのに朝顔はすごく咲いていますし、菊なんかも咲いてきましたので、ぜひ見てください。ドライフラワー順調に出来上がっています。実は新しいiPhone が届きました。この後はこちらの iPhone でお届けしようと思います。どうでしょうか。先ほどの映像と変わりましたでしょうか。メダカさんに餌をあげたので嬉しそうです。ホテイソウが咲きました。綺麗ですね。こちらルビーネックレスですけれど、先の方に花芽がついているので、この後咲いてくれるはずです。こちらミニバラですけれど、非常に華やかな色をしています。そして花芽がいっぱいあるんで、この後もどんどん咲いてくれるはずです。宮崎のマンゴー、こんなに大きくなりました。白いランタナですが、すごく花を増やしてたくさん咲いてくれています。こちら植えたフリージア、こんなに大きくなってきました。ヤグルマソウはまだあんまり、出ていない感じですが、スイートピーはこの通り大きくなってきました。チェリーセージ、この時期だいぶ花がたくさんついてきています。でガブラにデージー、デージーは花が本当にたくさん増えてきましたね。いろんな花が咲いています。オキザリスですが、朝は咲いていないのに、ちょっと時間経つとこんな綺麗に咲いてきます。そして、カクテルですね。カクテルバラの花芽いっぱいあるんですが、毎日ちょっとずつ咲いています。そして先ほど上から見ていた朝顔ですが、この通り朝顔だらけになっております。そしてその下にメキシカンブッシュセージがいい感じです。ランタナ、そして栗祭り、そろそろ大幅に切ろうと思っているティーツリーツリーですね。この辺のバラは今週すごく咲きましたので、その模様をどうぞ。昨日これ一つだけ咲いてましたが、こちらも、そしてこちらも、そしてこちらも咲いて、まだまだ花芽がありますね。こちらのアイスバーグも綺麗に咲いております。コスモスも今日はいつもよりも花つきがいいです。そしてこちらも、いや、秋はこんなに咲くとは思っていなかったです。朝の日に照らされて、
ジランダが美しく、昨日の雨でしたが今日は天気が最高です。その後もたくさん咲いてくれています。そしてこちらコスモスですね。2種類のコスモスが、随時咲いています。そしてシクラメンが大きくなってきて花もつけ始めました。こちらの菊ですね、すごくいろんなところに花をつけていい感じです。そしてオリーブは実がなっておりますので順調に育っています。こちらはローズマリーの花になります。こちらもバラになりますが、先ほどもう少し咲いていたかと思います。そしてこちらがミセバヤの花ですね。ミセバヤの花、綺麗に咲いています。ペルシアカリアレッドドラゴンのお花が結構長く咲いてくれています。この辺は襲名菊だと思いますが、ぐらいかなりたくさん咲いてくれるんじゃないかなと思います。エキナセアも下から下から花が出てきます。そしてこちらガイラルディアですね。ガイラルディアも次から次へと花がついてきます。クレマチスになりますが、また元気を取り戻してくれました。そして大きなレモンが、たくさんなってくれてます。そろそろ食べようかなと思います。今回 iPhone16 Pro に、切り替えましたので、今後このクオリティで発信していきたいと思います。どうもありがとうございました。